君の生まれの不幸を呪うがいい。アムロ、行きます。戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ。144分の1スケール MS-06R ザクツーは1983年4月にメーカー希望小売価格500円で発売されました。ジオン軍ザクの高機動タイプである機体をキットかモノアイブロックは別パーツ成形、股関節部は左右に開閉可能、ザクマシンガンヒートフォーク付き、手首パーツは左右右手左手、ザクマシンガンの右手付き、専門で変わるには新松永注意のパーソナルマークが含まれます。MS-06R ザク2解説。ジオン軍初の量産型モビルスーツである MS-06 の波形タイプの中でも R タイプは徹底してパワーアップが図られた機体である。ランドセルは通常タイプをはるかに上回る推力218トンロケットエンジンを2機装備し、また各部には片側3機ずつのロケットエンジンが装着されている。しかしあまりにも高機動性であったため、一般のモビルスーツパイロットにとっては乗りこなすことのかなわないスーパーマシンであった R タイプを使用し戦績を上げた。最も有名な例はジェットストリームアタックという一撃必殺の戦法を用いた黒い三連星である。
MS-06R ザク2キットの特徴 06R のプロポーションを忠実に再現しました。首、肩、足の付け根等各部の関節可動、胴腕、胴足は他のザクバリエーションと互換性があります。ザクマシンガン付き R タイプの開発誌や塗装参考等の豪華解説書付きスライドマーク仕様。何やってる？
やれやれ。you
アムロの言う通りだ。冗談じゃないよ。こいつ動くぞ。
チャンネル登録、グッドボタン、そして他の動画